Today I'm going to bridge my aging here myself. おはようございます。大地です。今から髪を染めたいなと思って、髪を切ってもらいにバーバーまで行きます。で、アメリカのバーバーではあんまり髪を染めてくれるところが僕の探した限りなくて、なんでいい機会なんで髪を切ってもらった後に自分で今日は髪を染めてみようと思います。 バーバーショップから帰ってきてシャワーも浴びて、今夜になってしまったんですけども、今から髪を染めていこうと思います。で、今日使うのはこれ、アジア人の人がアメリカで髪を染める動画みたいなのを検索して、これ使ってたので、これを買ってきました。で、同時に使ってたのがこの青色のトーナーってやつと、このデベロッパー。で、この2つは、アジア人特有の黄色っぽく、 髪の毛がブリーチした時に髪の毛が黄色っぽくなるのを抑えてくれる青色のなんか入れる色を入れるやつです。で、これを使うためになんかこんなやつも買いました。ということで早速バスルームの方に行って、ブリーチしていこうと思います。では、ということでまずは、ワセリンで生え際の皮膚を、ちょっと守っていこうと思います。ということで、ちょっとワセリン塗り終わったんで、次はこれを 準備していきたいと思います。ということで、じゃあこれを早速ここに塗っていきたいと思います。ここは、ここは。 時間になったんで、ちょっと流していこうと思います。 おはようございます。次の日の朝になりました。こんな感じで先の方がちゃんと濡れてなくて、なので今日またブリーチ剤を、同じやつを買ってきて、もうちょっと 色を抜こうと思います。今日これを買ってきました。さっきで、今から塗っていきたいと思います。昨日使ったやつは探したんですけどなくて、でこれを使いたいと思います。でちょっと今日はちゃんと塗れるようにこれも使ってやっていこうと思います。 おはようございます。3日目です。今日はこれを塗っていこうかなと思います。今シャワーを浴びてタオルドライの状態なんですけど、色はこんな感じ。先の方のオレンジの感じはもう全然取れなくて、なんでもうこの状態でこの青いやつをちょっと入れてみようと思います。この今の状態ではもう外歩きたくないぐらいちょっと派手なんですけど、 これが1で、これが2で、1対2で作って、今からやっていきたいと思います。
ということで、盗難を入れてから、10日ぐらいが経ちました。本当は3日経ったぐらいで、髪が馴染んできたぐらいで、動画を撮ろうと思ったんですけども、本当に忙しくて、でここ2週間ぐらい、動画を更新できてないんですけども、今から頑張ってこの素材を編集して、アップしたいと思います。で髪の方なんですけど、このちょっと根元以外は、ちょっとオレンジっぽく、なってしまって、それも3週間前ぐらいに、髪を染めたので、それが、ちょっと抜けきれなかったのかなって思います。で青色のトーナーを入れたことによってブリーチした時よりはちょっと落ち着いたんですけども、僕の中では結構ちょっと派手すぎるなって思ってるので、この根元がもっとこう 黒い地毛がもうちょっと生えてきたら、もう少し、暗いトーンのグラデーションみたいな感じに、できればなって思います。結果的に理想の髪色というか、ブロンド風にはならなかったですけども、まあ、これはこれで、いいんじゃないかなって思います。ということで、もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、バイ。